キング・アンド・ドクス・平野の耀の弟、3月に舞台出演決定。アパレル業のほかデビューを視野に準備進めるキング・アンド・ドスの人気メンバーである平野紫耀の弟として、アパレルブランド、RKS ・リキー、リクス・リキーの代表を務める平野陸士。近々、ファンの期待に応える形で舞台デビューが決定しました。 これまで音楽活動やスタイルフォトブック制作などに取り組んできた彼の新たな挑戦にファンたちは興味津々です。陸氏の名前が知られるようになったのは2020年夏頃から突如としてネット上に彼がアパレルブランド r k s キーを立ち上げたという情報が広まりそのブランドに対する注目が高まりました。 その理由は、ブランドの所在地が彼と兄の出身地である愛知県名古屋市と一致しており、また、平野市要がテレビ番組で、僕の弟が陸っていう名前、と話していたことも関係しています。これがきっかけで、ファンたちが陸氏の存在に強い興味を持ったのです。一方で、アパレルブランドの立ち上げとともに元ニュースの手越優也氏との関係についても噂されました。 一部報道によれば、テイツ氏が陸氏のビジネスに何らかの形で関与しているとされましたが、陸氏自身はそのような事実はないと否定しています。さらに、陸氏は音楽活動やスタイルフォトブックの制作に加えて俳優業にも挑戦する意欲を見せています。2022年には、 アパレル業以外の活動として、ヘ平リックスタイルフォトブックリクーを発売し、ファンの支持を得ました。そして、待望の舞台出演も決定しています。3月に行われる舞台作品は、バンダイナムコエンターテインメントの自社スタジオ、ミレイカンスツューディオから生配信される予定で、RPG ゲーム、テイルズ・オブ・アライズ・テイルズ・オブ・アライズが題材となります。 陸氏は寝アズ役に抜擢され、自身初めての舞台出演に意気込んでいます。彼の経歴を振り返ると、中学1年生の頃にラッパー1家としてミニアルバム、青天をリリースし、セールス3000枚を完売。その後も地元名古屋でボーカルやダンスのトレーニングを行いながら、アーティストとしての活動を再開し、デビューを視野に活動を進めています。陸氏に対しては、 兄である平野潮のファンからも一部批判的な意見が見られましたが、一方で多くのファンが彼の多彩な才能を称賛し、応援しています。これからの陸士の個人的な歌手俳優としての活躍に、多くのファンが期待を寄せています。キング・アンド・ピスの一員としての活動と並行して、ますます注目を集めることでしょう。舞台出演をきっかけに、 彼の新たな魅力がどのように発揮されるのか楽しみに待ちたいところです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。